はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、もうお願いします。ズームの勉強としては今日が最後です。よろしくお願いします。土曜日はないの？土曜日はないですか？土曜日は勉強じゃないって書いてあったでしょ？いろいろ質問したり、まあ、勉強の質問してもいいけど、はい、あの普通のこのズームじゃない、もう前の日だからね、あ前の日に焦ったら困るでしょ、はい、まあ、好きなように皆さんが好きなように、ね、好きなように進めます、土曜日はね、ドキドキします、はい、じゃあ同じようにゆっくりいきますよ今日も、はい、お願いします。はい、じゃあ行きましょうかね。ゆっくりとね。あれ、木村さんが来たね。ちょっと待ってね。こう、もう来るって来てないでしょ。はい、じゃあ行きますよ。はい、44-2。終わったよね。もう終わったらその前ずっと戻っていくと戻っていくとあるあれあすごい、もうこんなに勉強したんだよみんな、いい22かな、もうあ、はい、障害の理解9番いくよ、はい、どうぞ、はい、答えをどうぞ。丸は知的障害や高音器官の欠陥により起こる言語障害である。知的障害の人で失語症なんて聞いたことありますか？ないね、ね、高音器官と音を出す器官ね、うん、舌とか喉仏とか、はいはい、その高音障害は失語症じゃないですよね。そうそうそう、ね、そうです、あこれ気をつけて、高音障害は失語症ではありません、はいはい、そういうことで罰ですね。罰、はい、そうだと思ったな、的障害聞いたことないよ、ないないね、いい、これも認知症と、あとは脳血管疾患ね、脳血管疾患、そうそうそう、脳血管疾患ぐらいかな、出てきたのね、うーん、最初から間違って最初からね、やだやる気なくなっちゃういやー、ぶねぶね、落ち着いて、落ち着いて、43ないから落ち着いてね、今焦ってダメだからね、ずっといく、あーすごいね、勉強してるね、ほらあ、今日終わり？あったあった、あります。38番、障害の理解8番。はい。はい、答えをどうぞ。丸だよ。丸じゃない、これ知らないよね。あ、知らない。8割かどうかは分からないけど、一番多いのが頸直型です。はい。突っ張り型ね。突っ張る体は。で、次が手当て型かな。不随運動。不随運動ね。不随運動。だこの1番と2番でだいたい8割ぐらいらしいです。あ、そうなんだ。うん。2番多い。あ、で、他の3番目とか他の種類何がありましたか？混合型。あ、それはもうそうです。そりゃそうだけど。あと、チョコ型。チョコ型。あ、そうそう。強チョコ。強チョコ型。と長型、長型、長型、そうですね、腰椎、うん、強直型は関節が硬くなるね、体が硬くなるね、カク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 となるね、うん、は
で、視聴型が運動失調だから歩きバランスがね、バランスが悪い、ふらつき、バランスが悪い、歩きバランスが悪いね。はい。はい、で、そのミックス、混合型もありました。混合型、ミックス。全体の8割分からなかったです、うん。これはね、分からなくても仕方ない。分かる。なんか軽直って何？え？軽直？軽直、突っ張り、突っ張り。引っ張る、引っ張り、引っ張る、引っ張り、突っ張るね、体が突っ張る。アテートゼは不随、そう、不随運動、不随運動ね、強直型が体が硬くなる、動きが硬くなるね、カクカクカク。視聴型が歩きがふらふら、バランス取れない。バランスがない。はい、脳性麻痺は知的障害ありますか？ないです。素敵なし。障害はないです。麻痺だけ。はい。はい、見かけかわいそうだよね。そう見えちゃう人もいるから。うん、あ、もうだ、何これ。はい、32いきます。32の1番。はい、ごめんね。ちょっと待ってね。32。おお、サッサと老化の理解いきますよ。はい、はい、はい、答えをどうぞ。はい、丸、丸、丸です。はい、丸、丸、白内障ね。後期高齢者のほとんどが白内障です。白内障ね、なんかね。はい、白内障はどんな病気？水晶体が濁る ね、はい、これは レンズ変えればいいんだよね。はい、はい、手術できる。そうね、手術できるね、はい、削って。え、あら、どうしてあれ、あ、あ、8、社会もだいぶ終わったね。あ、6、あ、ありました。8の6番。はい、はい、はい、答えをどうぞ。丸。誰がバツで、バツで、なんでバツ？まるまるまる。あれ、まるで。まるだよ。まる。こう、まるまる。ほら、この地域ケア会、これ絶対押さえといてください。はい。あの、目的が5つぐらいありました。なんかよくわけわかんない。うん、はい。ね。政策提言とか、地域課題の把握とかね。地域資源の開発とか、なんかわけのわからない難しい言葉あったよね。でもこれめちゃくちゃ大事だからね、地域ケア会議、はい、目的。地域ケア、はい、地域ケア会議はどこが主催しますか？市町村だけども実際は地域包括支援センター。はい、ここだよね。はい、はい、よし、19の10、コミュニケーション10。おお、ありました。まだいっぱい、あった、あった、まだありました。はい、はい、答えをどうぞ。バツ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 。
はい、介護福祉職が申し送りで利用者の状態を報告する際に応答したが排出は順調であるため問題ないと思われると言った介護福祉職の一般的意見をこんなに言っちゃダメだよね。まずは事実を言います。自分で勝手に判断して作っちゃダメですよ。オートしたのに排泄は関係ないじゃん。オートは危ない。いや、それ勝手に判断しちゃダメってね。判断したことを申し送りで言ってはダメよということね。24-9。あ、これ終わってるよね。終わった。あ、もう生活支援もう20点取れるよね。うわ、すごい。あ、終わった終わった。生活支援終わりました。あ、生活支援終わった。4-1。はい、人間関係とコミュニケーション5番いきます。5番。はい。はい、答えをどうぞ。これ同情はこれ同じフィリングと思ったの。シンパティー。あ、シンパティー。これはダメです。ね。共感は？エンパティー。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 あれ？これ？はいはい。これが丸ね。丸。はい、だから同情と共感は違います。うん、同情したらダメ、うん。共感します。共感。これ気をつけてね。はい。おい。先生。はい。あの同情とそういう感じたら、あの相手は低くと思ってるってこと？いや、相手はどう取るかね。あのよ。嬉しく思う人も当然いるよね。同情してくれてありがとうと。うん、でも介護職はあれでしょ、なんだあれは、ほらほらほら中間7原則。バイスティックの7原則。意図的な表情と統制された。統制された。情緒的な関与。あれ原則ね。だから介護職はコントロールしなきゃいけないんだ、感情を。はいはい、だから同情してしまったらダメなんです。それがあの先生、あの介護職の方だよね。そう、うん、だ介護職は同情しちゃダメなんだよ。情緒的に入っていっちゃダメ。はいはい、共感は必要だけどね。はい、うん、おバイステックね、バイステック。バイステック。バイステックの7原則。7原則ね。はい、10-10。あ、100点よ。10-10。うん。ね。社会的理解は、あるある。はい。10-10番いきよ。はい。生まれる。はい、答えをどうぞ。丸です。丸。はい、丸。丸だよね。はい。はい。あの、水道代、電気代とかね。はい、あの、代わりに払いに行ってくれます。はい。養子縁の人に。誰が払いに行ってくれますか？あの、支援人。支援人。
支援員だっけ、生活支援員。これね、これ、Zoom で怒られちゃった。あ、YouTube で怒られちゃった。この人のボスは専門員。専門員ね。はい。すごくいい人ですよ、生活支援員。怒られちゃった。怒られちゃったんだよ。はい。次きます。これは終わってるが、このトップから行ってみましょう。どこまでいった、人間の尊厳終わった、お、あった、人間の尊厳と事実。5番いくよ。なるか、黙って黙って、はい、答えをどうぞ。バツ、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 QOL、バツです。クオリティオプライム、どうぞ。 QOL、 介護において自立した生活の支援とは、身体的な自立を目的とすることで ADL を重視するものである。これも大事ですけども、身体的だけじゃなくて社会的、もう精神的、社会的、みんなの自立ね、特に社会的自立が目的だよな。それで QOL が QOL、 はい、OK ね。ちょっとこの後行ってみようか。40番40以降は全部ないんだっけ。40、障害の理解、障害の理解。結構作ったね、先生。ない。大変よ、これ。あ、もう。ない。あ、もうみんなこれ、じゃあ終わったね。1からいきましょう。OK、OK。1からいこうか、最後ね。うん、順番で。いくよ。あ、順番でいくとね、同じような問題が出てくるから、ちょっとあれなんだけどね。はい、行こう。人間の尊厳、9番。人間の尊厳。うふ。はい、答えをどうぞ。バツ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 。生存権。生存権は生存権。第25条は、はい、生存権。生存権。どんなこと？健康と文化的、健康的、文化的に、あの最低限の健康で文化的な生活を送る権利。じゃあ自由権は何条でした？13条。自由にしていいよと。はい。人権、人権。幸せになって、幸せを求めていいよと。で、人に迷惑かけたらダメよとね。ちゃんと責任を持って自由にしていいし、幸福を追求してもいいと。はい。はい、第13条。じゃあ第11条なんだったの？全人間的福祉、違うか。違う。Human rights なんだけど、なんだっけ。Human rights なんだけど、基本的人権、第11条ね。この3つ覚えてくるったね。11条、13条、25条。じゃあ10番は？はい。アドボカシー。はい、答えをどうぞ。マル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 。実施する、模索し実施する、ね、探すって書けばいいのにね。もう探すって書けばいいのにね。
難しい言葉。もう難しい模索探すね。はい。模索、はい、新しい言葉。なんとなく、ま、あの、回るの分かってるけど、模索見たら分かんなくなっちゃう。コミュニケーションに行くよ。8番。8番。はい。はい、8番。はい、答えをどうぞ。バツ。バツ。次々ね、次々ってなんですね。これなんだっけ。皆さんやんないで、皆さんやってる人いるでしょ、これ。いない、いません。ダメよ。単語単語。ダメよ。はい。はい。9番。はい。バチュー。ちょっと待ちなさい。人の邪魔じゃダメ。はい、はいはい。バチュー。バチュー。ほら。マルよ。バチュー。マル。バチュー。マル。バチュー。マル。季節は出ない。季節でない。マル。バチュー。マル。え？面接の場所。面接の場所は面接室で行うのが適切であり、利用者の生活の場での面接は適切でない。大体面接室で行ったら緊張するでしょ、利用者が。はい、家に行ってね、リビングで面接したりした方がずっといいでしょ。うん、いろんなところ見えるから。見えるね、気持ちが落ち着くから。そうそうそう、落ち着く、うん、はい、落ち着く、はい、バツバツ、よろしいか、はい、直角、はい、8番いく、人間が、はい、コミュニケーション8番、はい、1番、はい、答えをどうぞ。丸。これ丸だよな。丸ですね。傾聴。まあ、傾聴はいいんだけど、傾聴のことを聞いてんだよ。だから、うなずきながら聞くと、相手にね、傾聴してるのが伝わりやすい。伝わりやすい。はい。お、あったね。統制された情緒的関与。ね。じゃあ、10番いくよ、10番。はい。うん、はい、答えをどうぞ。バシテックの難しいの3つあった。3つだよね。非審判態度。はい、審判態度。それはあなたが間違ってますとか言っちゃダメってことね。そうですね。はい、一方的だね。はい。はい、に、あ、コミュニケーション一番。はい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 、答えをどうぞ。マチュー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 。感覚性失語症の人はもうジェスチャーしかないね。ああ、バツバツ。50音表だね。50音表。どうですね、そうですね。皆さんに漢字の表を与えても分かんないでしょ。分かんないです。一緒、はい、一緒。そういうこと。はい。感覚性失語症はジェスチャー。ね、ジェスチャー。じゃあ、運動性失語症は？エカードってやったね、エカード。エカード。質問は、はい、閉じられた。行かれた。質問。閉じられた質問。はい、社会の理解一番。
はい、答えをどうぞ。この辺など皆さん弱く。最後、最後の外骨だけが。まるまるまる。医療保険だから。お金はあげないでしょ。そうそうそう。現物、うん。お金くれるでしょ、医療保険。医療保険はないんだ。皆さん、赤ちゃん産んだ時に42万円お金くれるでしょ。はい、うん、現物給付だけじゃないのね。じゃないよ。はい、そうそう、これ病院で受診したり、うん、薬もらって、そうそう、現物。現物、はい、はい、出産一時金とかお金でしょ。なんか、ね、教育とか金銭給付もあります。金銭給付、はいはい、だからバーツ、これバーツなんだ。不適医療保険、バツでしょ。現金給付も金銭給付もあります。バツ。はい。こう三あ、似たような問題かもしれない。三番いくよ。三番。はい。うん、分からない。うん、はい、答えをどうぞ。バツ。バツ。はい、これバツ1割。バツ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 。70歳以上75歳未満で現役並みの所得があるものの医療費の負担が2割となる。2割。丸。丸。丸。今だから丸か。でも2割。2割。お金が多い人は3割じゃないの？うん、3割。普通の人は、ね、2割なんだよね。はい。75歳以上が1割ね。はい、ね、70から75未満は一応2割なんだけど、はい、普通にバリバリ働いてる3割、麻生副総理とかほら、はいはい、そういう人に3割払いますよ、これ罰。やっぱり、お金の3割でしょ。私1割だと思った。え、3割で先生、はい、たまに言うじゃん、お金の所得のある人は2割か3割って言ったんじゃない？あれは介護保険でしょ？介護。ああ。これ医療、医療所得がある。医療費だもん。はい、医療。この現金を食べてちょっとそこでか。3割ね。あの、この表現、まあ、これ、こうやって出てるしかないね。現役の皆さんがバリバリ働いてる人は7割。はいはい。次も3割のままですよ。はい。はい。で、ね、年齢まで暮らしてる人は2割。75歳以上は1割でいい。そうそう、1割、ね、はい。この人は2、3割、はい。はい。お金持ちは3割のまま。3割、はい。先生、もう一つごめん。はい。75歳 の未満じゃなくて、以上の人は医療険と保険は、1割でいいの、一緒に同じ。はい、75歳以上の人の医療保険の名前なんて言いました？後期高齢者医療保険。後期高齢者医療保険。はい。後期高齢者医療保険。これが1割負担だよね。1割、はい。あの、医療保険も、医療保険のことだけど、介護保険も、介護保険関係ない。はい。医療だけね。医療保険よ。高齢者だけは1割。医療制度や。先生、ちょっとこう悪いと思う。3割ですね。医療制度やな。これが保険の名前だな、うん。はい。変な名前ね。わかりました。はい。スタッフにしてね、簡単な名前でした。どっちが2割か、どっちが3割か分かんない。なあ、その時忘れちゃうよ。本当よ。焦るから。70ページ。私たちも後期高齢者になるんだから。なる前にいないかもよ。はい。7番。7番。7番。
子宮。はい、答えをどうぞ。バツ。バツ。バツ。介護保険。介護保険サービス。障害者保険。介護保険サービス。障害者は悪くだけど、介護保険。これね、障害者保険。五段か。数学算数が苦手な人分かんなくなるんです。ああ。要介護1、2、3、4、5でしょ、はい、要介護1、2でしょ、はい、5足す2はあるあ7、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 
やっぱり算数ダメだ。算数できない。はい。じゃあ8番いきますよ、はい、8番。5だと思った。はい。はい、答えをどうぞ。間違うな。マル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 。マあの介護にどのくらい時間かかるかが要介護認定の基準なんでしょう、うんうん、その人の介護にどれだけこう時間かけなきゃいけないかっていうのが要介護認定のレベルの基準なのね、うん、じゃあどれだけ時間かかったら要介護5とかどれだけ時間かかったら要介護4ってその基準を決めてるのは国です。あ、定める。その基準が 国が決めてて、その基準に基づいて認定するのが市町村。決まり。ああ、これ、これ、基準。あの、これは分かりなかった。日本語で分かりやす、分かりにくいけどね、そういうこと。分かりなかった。基準、基準。10番いくよ、10番。はい。はい、答えをどうぞ。バツ。バツ。バツ。何年ですか？かけない年。3年ごとです。3年ね、3年に3年ごとに計画見直します。だから、あの、介護保険料もう3年に1回変わるんだよな、毎月5000円6000円7000円払ってるのがね、3年に1回見直されるんだよね。で、市町村によって違います、介護保険料は。ですか？6年。それも初めて聞いた。6年ごとに更新する。何ですか？6年ごとに更新するのは何でした？はい、事業者の指定。事業者の指定よ。事業者の指定。あの、訪問介護とかの免許は6年に1回更新。介護事業者、訪問介護事業者、介護する会社は全部指定を受けてるでしょ、都道府県とか市町村とか。はい、だから指定訪問介護事業所とかね、指定介護老人福祉施設とか、指定って本当ついてるの。指定がついてるやつが指定は免許みたいなもんね、指定。先生、指定の漢字は指定。ユビートで。ユビート。はい、ケアマネージャーは何年に1回更新？5年。ケアマネージャーが5年ですね。うん、おい、行くよ。忘れそう。覚えて。ねえ、忘れちゃう。社会、ね、勉強したよね、これね。おー。はい。わあ、2つあった。10、はい、8番いきます、8番。答えをどうぞ。丸。丸。
丸だよね。丸あ、わかんない。配偶者と四親等の血族。おじ。あいいえ、それ違う。ちょっと違うよ。勘違いしないでよ。はい。成年後見制度を申し立てできるのが、あれだね。四親等以内ですね。四親、そう、四親等。あったよね。これは後見人になる人だから申し立てじゃない。裁判所がじゃああなたがその利用者さんを世話してくださいっていう世話する人のことを後見人だったでしょ、うん、それは奥さんがいい人だったら奥さんって裁判官が決めるかもしれないね、うん、奥さんが悪い人だったらうんどうしようかってねじゃあもう弁護士しかないなとかね、弁護士あと社会福祉法人そこの特別養護老人ホームの法人にしてもらいなさいとかね法人もあるんですね、申し立て裁判所に後見人を決めてくださいっていう人が四親等以内の親族とか、うん、と市長とかどうぞ検察官とかねあったね、はい、はいはい忘れた思い出したあやふやな人ここもう一回ね申し立ては四親等はい、はい、裁判所よはい、答えは下に書いてある。あ、下に書いてある。まる。はい、日常生活自立支援事業、はい、このボスの専門員の方が初期相談とあと契約してくれるんですね、はい、専門員。はいはい実際に動いてくれるのが、生活支援に。もう一回いくぞ。ここの実施主体は誰ですか、はい、日常生活支援。都道府県。違うでしょ。実施主体は都道府県。都道府県。市町村。都市。指定都市、社会、自治体、協議会、指定、もう頭入らない。指定、日常生活支援事業。ほんで、頭入らんで。で、サービスをしてくれるのが、市町村、社会、福祉、協議会。協議会。福祉サービス実際にね専門員とか生活支援員がいてやってくれるのがこの市町村社会福祉協議会でもこのサービスそのものを制度的に運営するのはこの上の方で都道府県および指定都市社会福祉協議会これ大事よ指定指定都市だ、でっかいところね、何々区とかある、例えば埼玉市、うん、大宮区とか区があるところね。指定都市ね。いいよ、行くよ。名前。これ不安にさせたくないんですけど。長すぎる。5番、5枚が社会の理解5番、はい、社会の理解、はい、どこの丸うるさい。はい、答えをどうぞ。まるで。まる。足りないか、まる。まるだよな。まる。身体心理。高齢者の虐待は、ま、養護者で家族でも、あと施設も両方一緒だったね。一番多いのは身体的虐待で。次がパワハラ、心理的。介護と、ネグレクト。介護と放棄、ネグレクト。はい。4番目は経済的虐待。お金のこと、うん。お金使わせないね。はい、使わない、うん。この順でなってる、本当に。うん、ああ、3つだけですね。
うん、まあ、あのここまで出ないと思うけどね。性的あの上の3番目まで覚えておけばいいよ。身体的、心的、心的、ね、障害者はこれ逆だったね、ここね。はい、逆だったな。はい、うん、先生、ごめん、はい。この問題が出たら、で、障害者の場合はってなって、全部が入ってて、入って、でも全部入った問題出ない出ない。そう、そういう、そういう、その順番で入ったらダメなの？ん？逆だったらダメ。その3つでもさ、例えば3つ入ってればいいって言ったじゃん。その大事なとこだけ。だけどその順番1番、2番、3番ってその順番になってなかったら罰？いやいや、あの、はい、順とか書いてない限りはどんな順番でもいいよ。ああ、OK。うん、OK。はい。だからテキストなんかのそう順番じゃないもんね。順番めちゃくちゃでしょ。あそれそれ、うんうん、あ入ってればいいのね。そうそう入ってればいい、はい、順番って書いてあったら今の順番ね。はいはい、うん、あったらいいでしょ。はい、じゃあ6番いくよ。ほい、はい、答えをどうぞ。まる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 あのこれよくある、うん、家庭にいる高齢者っていうのは当然女性が多いでしょ。おばあちゃんの方はいはい、女性が多い。でおばあちゃんに対して虐待する人って娘さんそんなにしないよね。はいはい、息子さんはもうそういうケアそのもの分かんないから下回って虐待することが多いんね、はい、で息子がお母さんを虐待するのが一番多いんな、うん、はい、はい、嫌だけどね。嫌だね。7番いくよ。はい、答えをどうぞ。バルチー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 。はい、地域包括支援センターは高齢者の何でも中心です。そうだね。そうだね。はい、あ何でも中心だと覚えてください。はい。はい、中心に聞いたんですか？もう虐待関係も中心になるし、そうそう、あとは、権利擁護なんかも中心になるし、権利擁護。何でも中心です。はい、認知症関係も中心になります。はい、その覚えといて、ね、それで覚えてね。はい。高齢者の何でも中心になってるのが今、地域包括支援センターです。うん、だこうやってね、高齢者虐待防止ネットワーク構築の中心機関であるって言ったら、うん、中心で、まあ、何でも中心。何でも中心。はい。もう試験のコツね。はい、9番いきます、9番。はい、はい、答えをどうぞ。バツ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 。もう例外なくてダメだよね。後に例外ね、もう気絶して意識ないのに。そうそうそう、いいですか、あの聞いたってわかんない、場合は場合の場合はあの違う時もあるから、はい、 It depends、 あの利用者さんが意識がない時とか利用者さんが遠くに住んで連絡来ない時とかね、そういう例外があります、うん、の時例外があります、がなくても、うん、危険があり、はい、あこれね。はい、答えをどうぞ。まる。まるです。まるです。今説明したの。まる話してもらってね。意識消失だもん、はい、ね。利用者が急病で意識消失となった際、はい、医師に対し、福祉関係事業者が状況を説明する場合、はい、本人の同意は得なくてもよい。ね、
同意得れません。意識消失。意識消失だもん。なる。はい、ということですな。OK ね。はい、1番、社会の理解1番。はい。はい、答えをどうぞ。クーリングオフ制度ね、はい、これは消費者を守ってくれるんですよ。うん、だよ、例えば訪問販売は8日以内だったら、そういらなかったらもう無条件で解約できるんです。はい、で無条件で OK です。丸です。丸です。丸。こうやって解約しますよって通知出すときにどうするのがいいんですか？無条件。電話？メール。電話もできるでしょ。一番いい方法は？できる、できない、できるで。ガキ。メール。あの、書き留め郵便。書き留め郵便。レジスタードメールね。あ、これ問題、他の問題にあったよ。先生もいかん、お願い。説明してわかんない。書き留め郵便で通知する、連絡するのね。無条件。無条件よ、もう。うん。解約じゃなかったら解約できるんだもん。解約できる。あ、そうなの。うん。はい。いいですよ、8日以内だったらね。あ、勘違いして買っちゃったとか、なん、どんな理由でもいい。早くできる。あ、8日以内ね。8日以内ね。8日過ぎた場合はもうダメ。郵便。で、電話だったら、いや、聞いた聞いてないとかなるから、確認するね。はい、はい。はい。8日以内だったらね。そう。無条件。OK。あと、マルチ商法は何日ない？ 20日ね。はい、6番いくよ、6番。はい。読んでない。はい、答えをどうぞ。丸なんですね。丸は、あの、医療費ただって言ってもね、一緒どこで、あの、診察してもらいなさいって指定医療機関があるのね。はいはい、うん、そこでやるとお金全然払わなくていいのね。そうそうそう、現物、ね、現物給付、現物、はい、生活保護いっぱい出るよ。7番いくよ。はい、日本語難しいね。答えをどうぞ。わからない。わからない。介護保険制度の対象となる非保護者、生活保護者の中で介護保険の、保険者、要は介護保険使ってる人ってことね。うん、これ、この文章はね。はい。はい、で、介護サービス使うとき、介護給付を受ける際、うん、利用者負担払うでしょ、普通ね。はい、あれでも、利用者負担はどうやって払いますか？介護扶助。それは介護扶助としてお金をもらって、そこから払うんですか？あ、違うな、違う。違う。介護。もある。あの、実際にはね、介護扶助なんだけど、現物給付だから、うん、お金は払わなくていいんです。そうそうそう。利用料負担分っていうのは、もう市役所が、うん、あの、会社に払ってくれるから、払う、そう、直接本人は払わなくていいんです。はいはい、でも、それは介護扶助って言いますよ。
そう、そうだね。介護扶助の現物給付っていうのね。うん、はいはい。介護扶助。うん、の現物給付ね。そうだ。給付。じゃあ毎月の介護保険料はどうやって払う？普通。なんだっけ、生活費に入ってる、なんだっけ、あ、生活費に入れてくれる、それで、あの、はがきとか。何扶助っていうの？普通。生活扶助じゃなくて。生活扶助ですよ、生活費だから。そう、あ、そうそう、生活扶助。あの、はがきとか、あの、コンビニで銀行で払うやつ。生活扶助。そうそう、生活扶助。ね、生活扶助は、食事代とか、あと、着るもの、はい、服のお金とかね、はい、その中に介護保険料も入れてくれるんです。入ってます。で、1割負担分は現物給付なんですね。介護扶助の現物給付。はい。ここごちゃになりやすいとこね。うん。自分の生活保護の意図のじゃないですよね。え？みんな生活保護のための。これ生活保護のことよ。生活保護ですけど。うん。先生マル？先生マル？あ、まあまあマルじゃない。マル。マルのよね。ほら、介護扶助から支給される介護扶助の現物給付。現物給付。実際のお金くれるんじゃないよね、現物から、はい。でもそれを支給っていうの。支給される、はい。はい。不安な人、これね、生活保護確認しといてね。はい。はい。じゃあ8番、はい、8番いきますよ。サーフィン勉強したばっか。はい。長い。はい。今は8。8番。はい、答えをどうぞ。ある。ある。ある。ね、これ難しいね、うん。ちょっと難しい。4原理、4原則、まあ、時間のある人は覚えてって話してたけど、はい、はいはい。無差別平等。なんと条件に合えば、誰でも生活保護を受けられますよ。受けられる。はい、条件によって一応国民、ね、先生、外国の人も受けられますか？それは法律では受けられません。法律じゃあこれ法律は国民だから。他の国もみんなそうよ。上で国民がいて、あの韓国行ったって日本人がそこに住んでても絶対生活保護もらえないんだよ。 でも日本は優しいから、あの都道府県や市役所が決めていいですよって、特別にね、あの厚生労働大臣が誰かが言ったの。いや先生、その、あの場所によって全国、いやだからどっかの市役所が嫌だって言ってもいいんだよ。あの憲法というか法律は国民だけしか決めてない。でも日本優しいでしょ。うん、そうそうそう、世界で日本だけでそういうことやってるのね。そうだね、うん、そうだそうだ。うん、外部人みんなでもらえるってことじゃ、三田市は、あの市役所を決めるんだけど、うん、ね、よくあるんですよ、あの中国から来てすぐ結構いる生活保護請求したり、でも条件があれば必ずもらえる。うん、まあいろんな、日本優しいんです。はいはいはい、行こう。そのためには永住権あった方がいいですね。多分永住権ない人にはもらえない。そんなことないです。あ、永住権なくてももらえる。もらえます、日本優しいから。日本優しいから日本優しい。日本優しい、優しいよね。介護の基本の6番いく。はい、よし、こうね、はい、答えをどうぞ。丸。丸ね、日本語も難しいけど丸だよね。はい、どんな状態であっても寝たきりで介護を受けてても、自分で選んで自分で選んで選択を設定する。はい。
自立。はい、自立。ということを自己決定ね。自己決定。いいね。はい。はい。いいですか？お、お、お、お。おい。ない。はい。もうこれだけ勉強したんだよ。あ、いっぱいあった。あら、やばい。はい、介護の基本6番いきます。6番。はい。はい、答えをどうぞ。マル、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 民生委員の児童委員を兼ねている、はいはい。はい、民生委員は誰が推薦して、誰が、都道府県。移植しますか。都道府県推薦。都道府県知事が推薦して、厚生労働大臣が移植するという、要は任命監督。うん、オッケーね、監督、はい、監督関係ない、はい、8番いく監督8番、はい、はい、はい、答えをどうぞ。バッツマル、わかんない。バッツをバッツし、リーダーシップ、事業所管理、バッツつけるバッツ、バッツですね。ちょっと業務だけがちょっとバッツみたいな。退院後の在宅生活支援、利用者が退院して家で生活を送る時の支援では、バッチ、事業職がリーダーシップを取り続ける。取り続ける。バッチじゃない。バッツだよね。バッツ、どういうことだ、ね、連携っていうのは絶対みんな平等だったからね。ですね、こういう感じで絶対罰だよね。罰です。県のことなんで。はい。なんで偉そうに言って。ね。ですね。リーダーシップどういうことでやるんです。ね、リーダーシップがわかんない。あ、リーダーシップ、これ英語で、リーダーシップ。リーダーシップ。リーダー。リーダーシップ。うん。リーダーシップってことでしょ。英語だよね、これ。リーダーシップ。リーダーシップ。仕事のリーダーとかと一緒。そう、まあリーダーシップでリーダーのポジションって意味ね、ポジション。そうそうそう。偉いけど、偉いけどね。自分するの。オッケー。はい。9番、9番。日本語わかんないです。難しい。マル。マル、マル、マル。マルじゃない、マル。マル、マルです。望ましい。いくよ、いくよ。地域の福祉ニーズや課題は対象分野により異なるため、各種の専門機関、ボランティア組織、行政機関などは対象分野ごとに活動するのが望ましい。それぞれ別々に活動するのがいいですか？はい、はい、いいです、はい、でしょう、チームでしょう、連携、ボランティア、連携、チームワーク、連携、チーム連携じゃないですか、職種の連携、バツなの、やっぱり日本語の問題、バラバラしたらダメでしょ、ダメでした、対象分野ごとに活動する、みんなそれぞれ別々に活動するって書いてる、対象分野にもそれぞれの別々のことです、うん。これ難しい、ね、難しい、はい、分野ごとに、はい、チームケアよ、はい、はい、はい、10番いく、はい、また難しい。答えをどうぞ。まる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 っぽいよね。まるっぽいよね。はい。ちょっとわかんないから。まるっぽいだけど今わからない。まるっぽいだけどまるでしたね。利用者のニーズを効果的に充足させるためのネットワークには、行政、制度的ネットワークや親族、近隣ネットワーク、医療、保険ネットワークなどさまざまな利用者。この問題、要は上と同じこと言ってるのよ。みんないろんな対象分野があって、
あるよってことなの。それをネットワークしてみんなでね、チームワークしましょうってこと。はい。はい。まあこれ普通に書いてるだけなんだけど、日本語難しいよね。はい。もういろんな日本語が出てくる。いやだ。文字の意味が。本当にあの日本語難しいです。はい。ない。あ、もうすごいね。ないない。はい。あ、いっぱいある。いくよ。はい、3番。はい。うん、はい、答えをどうぞ。バツ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 。日本語の表現難しいね。開かれた質問、これはどんな質問だった？長い文章。どのように思いますかでしょ。そうそうそう。How do you think でしょ。はい。そういう質問する目的として、はい、漠然としていて伝わらない利用者の考えを明確にすることができる。だから、利用者にはっきり言ってもらうってことでしょ。うん、漠然ってどんな意味ですか、漠然って先生。漠然は。vague、はっきりしない。あ、はっきりしないとして、利用者が何を言いたいのか、何をしたいのかなんてはっきりわからないときに、あの今どういう気持ちなんですかって、どのように思ってますかってこう質問してあげるのね。はい、そしたら伝わるか、わかるか。丸なんです。丸。あ、丸。漠然がわかった。漠然ね。でも丸、丸にします。逆にしがちなんだよね。じゃあ、イエス、ノーの方がわかりやすいじゃんってね。そうですね、これ気をつけてね、こういう読むとね、はい、難しい、漠然、はっきりしないね、はい、はっきりしない、はい、どこ4番4番はい、答えをどうぞ。まる、はい、まる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 、あの軽くじゃなかったら嫌がるね、ビクッとする、ダメです、ビクッとする、軽く相当触れながらコミュニケーション取るのがいいでしょうからね、はい、声かけちゃダメだね先生、声かくときも、うん、前から後ろじゃないですよね。前じゃなくて、あ、前からです。前からのがいいよね。うん、そう、はい、後ろだとびっくりするね。ダメだね。はい。うん、前からじゃないケースって何かありましたっけ？ありました。なんか、ありがとう。でもまあ基本的にはね、あれ、障害者なくても認証の人でも何でも、要は真正面から目線を合わせて、相手が見えなくても聞こえなくてもね、あのコミュニケーションを取ると、これ原則だからね。はい、5番いきます。5番、はい、答えをどうぞ。まる、まる、まる、バツ、バツ。でも文字を書く、ね。網膜色素変性症では急進性の視野狭窄。要は、真ん中しか、真ん中しか見えないんだよね。見えないから、拡大の指握ってね、うん、その。はい、穴からしか見えない。はい。だから、こういう時に文字が多すぎたら全然見えない。うん、そう。だから、丸。
文字拡大はいいよね、読みやすくなる。ちょっとなんで文字拡大してなおさらわからないじゃん。点しか見えない。もっとわかんなくなる。もっとわかんなくなる。逆こっか。逆逆。これね、日本語表現難しいけど。真ん中のちっちゃいとこしか見えないのに字を大きくしてしまったらもう、そうだね、逆なのこれね、ロガになる、うん、思ったのはあのあれ真ん中じゃなくてなんだっけ、真っ赤しか見えないやつってあるじゃない、もう一つの種類、もう一つ網膜し中心暗点、え中心暗点、はい、そうそうそうかもしれない。おはん？あ、真ん中だけ黒いのね。黒い。そうそうそう。2種類。真ん中だけ黒いときは大きくしてあげた方がいいのかな？そう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 。それし、それ、それだと思った。真ん中だけ黒いのはあれ、なんて言ったっけ？あれ、なんて言うんだっけ？おはん？おはん？うん、カレー編。カレー黄斑変性症ね。カレー黄斑変性症って。カレー黄斑変性症が真ん中だけ黒くなるよね。ああ、はは。網膜色素変性症は。オッケー。はいはい。これ真ん中黒いからちっちゃいのだと真ん中全く見えなくなるね。大きくした方がいいんだね、こっちの方が、ね。はいはいはい。それだと思った。逆になるね、これね。逆逆。オッケー。おい。6番、はい、はい、答えをどうぞ。バツ。大きな声できない。バツはダメ。もう大きな声でも出たばっかり。大きな声が何でもダメじゃん。ねえ。感音性難聴の人は聞こえてるんです。ただそれ聞き取れないだけだから。聞き取れないだけ。大きな声で言わなくていい。はい、よく聞こえなくなっちゃう。はい、10番。はい、答えをどうぞ。マル。マル。マル。高音障害、うまく発音できない人ね。できない。はい、障害の程度によってで、もうほとんど何言ってるか分かんないような人の場合、うん、仕方ないから、コミュニケーションエイド。パソコン、キーボードを握ってもらって、やるコミュニケーションエイドが有効である、ね。有効する。マル。程度によってはね。エイドによって、はい、軽い人にこれやったら失礼だよね、うん、でも本当に重たくてほとんど分かんないときはコミュニケーションエイドも便利なときあるよね、有効である、あれ先生、喉にあるやつって何？ん？喉の方にこう当ててバイブレーションする、しゃべるの、あれ、あの気管切開してる人って喉仏声帯がないから、で、あれつけると音が出るの？それなんていうの？それは普通になんか何を？あったよね。なんかあのね、あれ昔の人そうやってる。今は気管貫入例でもあの音が出る貫入例がある、気管貫入例。音声貫入例っていうのかな、なんかね。先生、このコミュニケーションエイドいうのは、トーキングエイドと同じことですか？まあ、トーキングエイドもその一つだよね。そうそうそう、そう、トーキングエイド。ワンオブコミュニケーションエイドがトーキングエイドね。そうそうそう、トーキングエイド。コミュニケーション技術1番。はい。はい、答えをどうぞ。バツ。バツ。ゆっくりと。こぎってってなんだ。高音障害のある人には、もうはっきり何言ってるか分かんない人には、うん、ゆっくりと、分節っていうのは、
センテンスだけども、例えばゆっくりと、これ一つの文節ね。文節を区切って、これ一つの文節。話すように一つの文節。そうやってこう、途中でうまく区切って、ゆっくりと区切って話すようにしたら、いいですよってアドバイスする。ああ、じゃあ、丸じゃん。丸。丸丸丸言います。先生、説明しなかったら。くぐってわからない。くぐって切る切る。ゆっくりと話す。それも文節を区切ってね。くぐって話すよ。一つ話すといいですよってアドバイス。丸です。くぐってって切るっていうこと？そうです、そうです。短くするっていうこと？パティションという意味です。区切りって。パティション。パーティション、ゆっくり、パーティションね、一つずつみたいな、パーティに切ること、パーティション、ね、切る、はい、言葉の問題、いくよ、8番、ね、言葉の問題でした、8番いくよ、8番、はい、はい、はい、答えをどうぞ。丸です。結論。結論が最初、状況報告するときは、状況を詳細に述べてから結論を報告する。違います。結論を述べてから。結論述べてから。反対や。例えばさ、利用者さんが倒れてたときに報告するときに、利用者さん倒れてましたって最初に言うでしょ、はい、いや私が部屋に行った時になんて言ってたらもう死んじゃう、その時死んじゃうでしょ、 逆ね、もう死んじゃうよ、はい、9番いくよ、はい、9番、はい、はい、答えをどうぞ。まる。バツ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 。家族から苦情を受けた場合、上司に対して皆さんは自分が責任を持って苦情処理をすると報告しますか？いや、しない。するよ。やっぱりできなかったらどうするの？ダメでしょ。会社の組織だから、オーガニゼーションだから。はい。勝手にあんた下っ端が私が責任を持って、そう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 、ダメです、バツ、バツ、バツです、言葉の問題、やっぱり偉い人にちゃんと偉い人が対応する、責任、はい、でね、ちゃんとね、会社は苦情処理の窓口担当者と苦情処理の責任者と両方必ず人がいるようになって、相談員で、その責任者と一緒、上司ね、責任者が対応するようになってるのね、自分で解決できない、生活支援あったね、4番いくよ、やっと楽になったね、いくよ、はい、4番引きずる、移動して、はい、答えをどうぞ。バツ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 。毛の足、絨毯のほら、毛がすごいふわふわのやつ、髪の毛みたいにいっぱい、あれ毛足って、そうそうそう、高いやつ、高いもの、毛の足、はい、すごいふわふわで長くて、ああ、そっか、カーペットの、カーペットのこと、カーペット、yes、カーペット、毛足。
はい、答えをどうぞ。バツ。バツ。丸はい、取り外し可能な手すりと取り外し可能なスロープは用具対応で、はい、用具対応でちゃんと大工さん業者が来て設置するのが住宅回収、ね、住宅回収、住宅回収、ちなみに住宅回収はいくらまで、20万。どうやって払うの？どうやって払うの？1年じゃない、もう1回ポッキリ。1回ポッキリ。払うのは先に自分で払って、先に払うね。後から払って、あとで、まあ 10% で 10% ね。戻ってくる。戻してもらうね。はい。このことなんていう？原先払いとか。償還払い。償還払いね。先に払って後で戻してもらうの。償還払い。6番。はい。はい、はい、答えをどうぞ。丸だよね。丸。はい、夜間は何をつけたらいいですか？フットライト。フットライト。日本語で？なんとかと。なんとかと。爪、正面。足元。丸。そうね。フットライトね。フットライトね。介護用車ですか。はい。介護用は狭くていいんだよね。はい。70ですか、先生。70。はい。これ絶対簡単よ。3番いこう。急ごう。はい。3番。はい。はい。丸。答えをどうぞ。丸。バツです。これはバツです。余計ってストップすることね。
抑制は罰だけど、抑制の反対は何ですか？分泌の。促進、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 はい、抑制なんだったかな。唾液の分泌を促進するね。促進化する。口腔の目的ね。促進が正しい。うん、促進が正しい。はい。はい、抑制が。抑制。はい、答えをどうぞ。丸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 。これなんていう切り方？あのスクエアオフ、スクエアオフ、スクエアオフ。これスクエアオフ？スクエアオフ。スクエアオフね。オフ、オフ、オフ。まっすぐ平らにフラットにバーンと切って、で、と横をちょこっとね。あのあれで。ヤスリで削るか。ヤスリ、ヤスリ削るね。うん、1ミリぐらいは白い部分残しましょう。少し、うん、はい、はい、5番いきます。はい、でそこでそこ、うん、あっちゅう、はい、あっちゅう、まる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 すぐここで下げるやん。すぐはダメよ、すぐは、うん、下げたらすぐはダメ。あっちゅうやったら戻しちゃう。あれって、ちょっとこのケアは避ける？経過ケアを終わって後で口腔ケアするけど、すぐにはダメ。すぐもう避ける。また回路があるから先生、避ける。あ、避けるだから回る。そうそうそう、避けるから。回る、回るだな。回る、回る、回る、回るじゃん。そこはね、何だろう。はい、すぐにしちゃダメね。だからすぐしちゃダメ。すぐもうダメだから。すぐはダメだから。でも避けるから避ける。本当に日本語難しいね。先生もあの日本語難しいじゃん。パチパチじゃないわ。英語難しい。よいしょ、あ、終わった終わった、すごい。あら、もう終わっちゃったじゃん。あった。お、すごいね。はい、バッチリだな。わ、ほら。お、間に合ったんじゃないよ、まず。先生、このコピーは、はい、コピーができる？先生、もらえる？あ、あった。そうやね。あったあった、八。はい、八。8番。あ、苦手。はい、答えをどうぞ。バツ、ケマル。バツ、ケマル。アテキニュー。アイゴキニュー。アセスミント。バツ。アセスメント、アセスメント、立案。え、学の立案？立案。実施？実施。評価。評価。評価。計画を作るのは誰ですか？ケアマネージャー。ケアマネージャーないでしょ？ケアマネージャーじゃない。介護職の会社でしょ？介護職。介護職が作るでしょ？そうそうそう。また評価の実施、責任持つの、これは当然介護職よね。そうそうそう。丸です。ケアマネは介護家庭。丸して。介護家庭は介護職だね。介護職。介護家庭、介護職。介護職たちが計画して評価して。計画。はい。評価する。介護職ね。はい。はい。次。いや、ただ訪問介護、ね、次訪問介護だけはサービス提供責任者。あれだって介護福祉職よ。責任者。はいはい。実務者研修の終わった人ですか、ね、そうそうそう、終わった人がなれるってね。はい。本当かい。
こんな難しいの。あ、いくいく。あ、いっぱいいっぱいいっぱい。いっぱいある。はい。行きます。はい。はい、答えをどうぞ。なる。なる。なる。老化不整脈なるね、貧血にもなる。はい。なりやすい。まる。もうじいちゃんばあちゃんかわいそうと。いく。はい。はい、2番いく。バツ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 。はい、答えをどうぞ。まる。まる。これはまる。まる。まる。はい。まる。あ、識別がこう。青色系、寒い色が見分けにくくなるんだよね。だから赤とオレンジとかのがいいんだよ。そうそうそう。これ逆じゃないの？赤から青。赤から青？赤から青？青に比べて赤の識別が困難になる。逆でしょ？あ、逆だ。あ、逆、逆。そうだ、青いのが見にくい。先生、生色は暗い色。あの、青、緑、紫。寒色系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 。暖かい色。暖色系。暖かい色。色性、うん、これが赤、オレンジ、橙色。そうそうそう。こっちが青、緑、紫。ブラベシベ。だからこれさは青と紫と2つ並べたらよくわかんないんですよ。わからなくなっちゃう。わかる。はい。おお、それな。おいで、おいで、おいで。6番、6番。6番。6番。一旦消す。はい、答えをどうぞ。まる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 。一旦形成した基本的なパーソナリティ、皆さんの普通人格ね。そうです。老化に伴って大きく変わるんですか？はい、変わりません。ない、変わらない。ランプの人、ランプ、ずっと。バツ。バツです。ありがとうございます。変わる、変わる。バタッチする。大方大変じゃん。はい、8番。変わる。8番。変わる。先生、答えは？え？バツ？バツ？バツ。バツ。バツ。ありがとうございます。はい、8番。はい。丸。丸。これは丸。これは丸。これは丸。ことがあるわ。コツコツ。ことがある。あ、丸。これ、絶対丸なんでね。丸丸。はい、パーソナリティ。ことがある。健康状態、生活環境によって影響することがある。はい、ことがある。病気になったら人格が変わる人もいるかもしれないね。うん、そうそう。環境によって。はい、一番いく、一番、はい。はい、答えをどうぞ。まる、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 経験ね。あの、年取っても残る。弁護士、政治家、お医者さん、そうそうそう。基礎的ななかなか忘れる。困った。結晶性だ。あの、生まれながらにして持ってる問題解決能力のことを流動性知能。流動性知能ね。これはどんどん落ちていくんでしょう。そうそうそう。慣れない。はい。スマホの使い方分かんなくなるのは流動。そうそうそう。流動性。うん。はい、5番。5番。はい。
答えをどうぞ。丸。見たことありますか？ないんだけど。ない。ないけど、ないのね、ループついて届きやすくするね。あの届くところは届くから。関節が回らないから痛くてね。そうそうそう。そういう便利なのあるらしいのね、ループ付きタオル、うん。歯ブラシもそう。あと長いタオルとか。靴下履くときもね、あるよね。そうそう。速度測定とかね。はい、グループチョキさん。アクスエイドとか。うん。うん。いろいろあるね。うん。孫の手はないけどね。行、うん、く。6番。はい、答えをどうぞ。丸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 。同じようなことね。はい、はい、あの長いブラシ、はい、で届くのね、はい、はい、太いはどうでしょう、はい、ちょっと太いのは絵の太い絵の太いのはそういうの絶対出てこないんで出てきたら関係ないね。あでも握りやすいかもしれないけど、うん、あの指の関節曲がらないからね、うんうん、ブラシでも長い握りやすいのか届くのかでこっちの方で問題出るよね。そういうのは出ない。うん、はい。はい。9番。はい、答えをどうぞ。丸。そうって何そう。テンション高い。めちゃくちゃテンション高い、ね。テンション高い。落ち込むのはもう。バツ。でもそうはならないらしいね。そうならない。そうじゃないわ。そうはない。そうって何でしょう。そう症状。そううつ病のそうです。プラス。はい、うつがマイナスね。はい。テンションの人がもうキャッキャキャッキャこう暴れ回ったりしないよね。これプラス。陽性のことですか先生。陽性と同じ。陽性の方ね。それがプラス。そうはマイナス。そう症状プラス。プラス。プラス。ラスうつ病がマイナス。眠くならない、もうずっと何かやり続けるぐらい。はい、激しい。そういうのどんどん聞いたことありません。はい。ないね。ないね。ない。10番、はい。バツ、バツ、バツ、4台。バツ。丸、ことが多いあるから丸かな。丸、4つでも、テイスロが多い。丸、僕を足りないかな。さっき読んだら、バツにしたんだけど。あの、はい、4大症状って勉強するけど、はい、どうすこれ4大症状には4大ちょっとね4大、うん、これは大きなって意味でしょ大きな症状、うん、これ3症状だから、はい、こういうの3つ症状あるよってだから、ね、ああ間違いない。あと丸のコツもあるね先生ことが多いこれ4症状のうちの3つでしょこれうんうん、そうそう、そうだね。だから、症状を呈することが多い。症状を呈することが多い。合ってるけど、でも、ああ、合ってるけど、でも、3症状。あともう一つ何だった？反射。反射。研究申請、姿勢反射。姿勢反射。反射。反射障害ね。姿勢反射。その4つが多いんですよ。この3つも多い。多いじゃないけど、あるはね、もう引っ掛けです。丸ですよ。そうだね。引っ掛けもが嫌だ。これ、人間でもパッと違うんだ。やられちゃう。よかった、時間が長くて。はい、2番。やった。2番。はい、答えをどうぞ。丸。感染、あの、尿路感染多いよね。そう。はい。あと、インフルエンザ。丸かな。丸。
はい、答えをどうぞ。丸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 だよね。丸です。丸。ちょっと歩いたら痛くなって、はい、そうそう、止まって、止まる。これ、なんちゅう名前だった？こういう歩き方のこと、しびれる。くないだ。大きいじゃん。間欠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 。忘れちゃった。間欠方向。間欠方向。間欠方向。完結。発行じゃなかった？発行。発行か。発行、発行。完結性発行とかね。完結発行。うん、完結性発行とか、うん、完結発行ね。そうそうそう。歩き。わわわ。あ、あ、あるじゃない。一番。はい、一番。はい。はい、はい。結構速攻？結構速じゃない？丸ぽい。丸。答えをどうぞ。丸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 。心臓の周り。心機が壊死。丸が死ん。詰まるから血液が途絶えて、その先、その先血がいかないから死んじゃうんだよ。心筋梗塞。心筋梗塞です。心筋梗塞。はい、4番。これ皆さん一番よく知ってるね。はい、バツバツバツ。トイレ行きたいなと思って間に合わないのが切迫性ね。重い物女性に多いのが腹圧。腹圧。くしゃみとか。先生、くしゃみ。くしゃみもそうですね。重いものくしゃみ腹圧性ね、うん、はい、そう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 、おい、認知症一番、はい、はい、ある、はい、答えをどうぞ。丸。はい、認知症のストレスを理解するのに、その症状について皆さん勉強してるよね、医学的にね。そうそうそう、的な。丸。丸。この医学的知識はベースにないとわからないね。うんうん、そうそうそう。はい、4番。4番。はい。
よくあるね、はい、答えをどうぞ。丸丸丸丸。更新って何？更新って。レシーシュだ。食べたくない。高まること。高まる。びっくりする。丸。はい。めちゃくちゃ食べたくなることを異食って言いますか？異食である。違う、バツ。異食はあれだよ、なんでもさ。バツか。同じものだ。違うものを食べるの異食でしょ。え、で、更新って何ですか？更新、高まる。固まる、高まる、高くなる、強くなる。以上。インクリス。更新。インクリス。先生、食欲異食は何じゃない？先生、異食は、BPS なんだっけ？ BPSD。BPSD。BPSD なんだっけ？弁とか食べるとか、そうかな。だから全員がこうならないよね。中にはいるっていうのは BPSD ね。BPSD。わかりました。ああ、ちょっとやめない。まだ余計あ、すごい。やりましょう。いっぱいある。やりたい。土曜日ないから頑張ろう。はい。火星認知症。急速に進行する。火星認知症。あれ火星認知症なんだっけ通常急速に進行する。丸丸。丸これ丸なんだね。丸。火星認証ってまだ認証なってない。火星認証。火星認証ってなんだ？わかんない。認知症ではない。認知症っぽい。認知症と似てるけど、無症状。火星認証。うつ病ですよね。うつ病とか専門とか。認証じゃないけど認証に似てる。そういうの。なんだっけ。まあ、進行するかと。うつ病も専門とかそういう認証はなだらかにだけど、そうじゃないところの病気は急速に進行することが多い。ということで、丸にしてください。感染に。はい。これ、ややこしい。で、軽度認知障害っていうのが境目ね。認知障害。あの物忘れが始まってる。そうそうそう。で、火星認証っていうのは認証じゃないんだけど、認証 に似た症状が出てる。うんうんうん。ややこしいんだよな。はい。じゃあ、どうやって火星認証って分かるの、先生。医者の診断うつ病の中でも症状が認証みたいな症状出たりするの、あれ。火星認証。認証じゃないんだけど、認証の症状出ることもあるよね。ああ。天文もそうだよな。おい、はい、7番。はい、答えをどうぞ。丸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 なんだね。老人性の、まあ、気分が軽い。気持ち的にはそんなに重たくないんだけど、自殺が多い。自殺は。自殺が多い。で、抑うつ気分も軽いんですよ。でも自殺が多い。若年のあれはひどいね。うつ病の。若い人はうつ症状めちゃくちゃ重たいけど、自殺は少ない。高齢者の方が多いってね。うん、はい、9番。はい、これわかんないでしょ。わからない。丸丸丸じゃないじゃん。これ勉強したことないよ。わからないわかれ。血管性認知症。ことが専門は。ことがあるだから。ことがある。丸なんだってこれ。これ勉強してない。はい。そう、してないしてない。はい、答えをどうぞ。丸。これさっきと逆の、さっきのことでしょ？うん。これと同じように、火星認証と。あ火星認証は早いことが多いでしょ？そうそうそう。専門は緩やかじゃないよね。認証は緩やか。認証じゃない似たものは緩やかじゃない。そうそうそう。さっき話したの、バツやん、これ。バツ。だから、こういう問題が出てきたら、ポイントは、認証は
緩やかにと覚えておいて、うんうん、でそうじゃないものはその逆だと覚えておいてね。へえ、うん、で認知症で早いものは一つありました。何でした？なんとかあと正常あとスイートガシャン、クロイツフェルズヤコブ、クロイツフェルズヤコブ、クロイツフェルズヤコブ、あれだけが早い、早いね、それ以外みんな緩やか遅いですね。オッケー、それと覚えておこう。はい、おーおーとたたたた、え、ないな、ないない、勉強した勉強した、あ、終わったかな、終わった鼻の粘膜って弱いからダメ、ちゃんとチューブつまんで、あの、そう、吸引圧は、あの、決まってるテストしてからいい、で、気管内貫入れの時は少し吸引しながらやるのね、うん、少しずつダメですよと、うん、はい、8番。傷ついちゃうから。傷ついちゃう。すぐ気が出ちゃう。はい、8番。はい。はい、答えをどうぞ。×。はい、テープだけだもんね。勝手に止め直したらダメです。ね、あ、ダメです。あ、外れてるからね、なんかチューブもおかしいかもしれないから、うん、あ、そっかそっか。そう、番号ポスターに言ってみてはないと。はい、交換いいよ。はい、ということで終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。頑張ってくださいよ。ありがとうございました。土曜日は、こういう勉強じゃないけど、なんかいろんな質問とかあればね、お話ししたいと思うし、はい、え、勉強の質問もあれば、それも聞きます。はい、はい、お疲れ様です。今のはかなり、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。